皆さんこんにちは、マリコ書房です。こんにちは、今日もお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。これは最近の私の愛読書で、ずっとシリーズを揃えてたんですね。でこれをちょっとね、春秋しちゃったのが高須先生のちょっとお加減が悪くて、楽しい人生だったとか、非常に悲観的なお言葉がツイッターに流れて、先生のお加減がこのままね、治らなかったらどうしようかとか思って、これを出すべきかどうかって悩んだんですけども、手術がうまくいってすっかりお元気になって、やっぱり富士見の高須院長で、これは高須先生の本じゃなくて、高須先生の事実婚というか、パートナーのサイバラさんが書いてるんだけども、またサイバラさんっていうのがまた天才ですからね、すごく面白いわけ、で私はこの二人そんなに存じ上げないで、お相撲に行った時隣にたまたま座ってらしたとか、サイバラさんと一回対談を見にかかったんだけども、高須先生とはそんなに世の中誤解してて、私先生に会っても2回しか人生会ったこと、お目にかかったことないんですが、お相撲見に行ったらあのカップルが隣にいて、高須先生こんにちはみたいなことを言ったら、ネットに私と高須先生が2人で来てたみたいな、隣にそれぞれいるだろうがみたいな。そうなんですか。林真理子と2人で観戦、違うわみたいな感じなんですけど、いや私はこのカップルっていいなと思うのは、それぞれ自立しててね、西原さんもご自分 のお仕事を認められていて、お子さんも立派に育てられて、非常に自立したお二人が、遊ぶ時は一緒に贅沢して遊ぼうねって言って、世界いろんなとこ旅行したり、面白いとこ行ったり、こう楽しいこといっぱい2人でするわけですよ。西原さんのこうすごいところはさ、下ネタもね、結構下ネタももうびっくりするぐらいあるえ、こんなこと高須先生書かれていいのみたいな。高須先生はいつも湯王谷でお暮らしなんだけど、こう下着のまま出てきたり、なんか尿漏れのまま猛禄老人みたいに書かれたりして、ちょっとひどいんじゃないかと思ったり、するんですよ。もう下ネタ満載なんですけど、なんか笑っちゃう。そしてね、サイバーさんの本当にすごいところは、例えば高須先生って私はとても素敵な方だと思うんですけど、思想的にはややちょっと過激だなと思う人もいっぱい、三河の田舎医者のこの右翼野郎とか、言葉が悪い、サイバーさんが言うんですね。でサイバーさんがパーティーに行ったら、こう席に通されると、ここにアッパホテルの社長さんに、玉神さん、それから百田さん、作家の百田さんとかいらっしゃる、すごい濃いメンバーで、ここに西原さんが座るわけじゃん、読者の、そうだな、半分以上は、西原さんもそっちの方行っちゃうわけと思う、と思うんだけど、西原さんって非常に賢い方だから、そこで自分を自虐的にこういう男を選ばずに付き合ったら、流れて最右翼世界ってなってるわけですよ。うまいなこの方は、とか自分をそのちょっとこう自虐的に笑うことによって、すごくそういう思想的なことも救って、こう誰もこう嫌な、傷つかないし、誰も嫌な感じはないですね。で本当に頭のいい人だなとつくづく、この人照れる時にクマになるんですね、僕の可愛いクマって言ってイチャつくんですね年齢離れてるんだけど、もうホテルの一室、ニューオータニのスイートが東京のお家みたいになってるんだけど、もう誰も邪魔できない二人だけの愛の聖域って言ってイチャつくんですけども、気になってるのは70歳からのシリーズ見てるんだけども、先生がちょっと具合悪くなってから、ちょっとこうリリカルっていうのかな、ずっと来年の桜も一緒に見ようねって、絶対見ようとかね、もう二人は別れないでいようねとかね、大切な人が具合悪くてずっと一緒にベッドにいるのは雨の中にいるみたいって、こうやってずっとこう抱き合って寝てるともう何も怖くないよっていうのが、非常にこうリリカル、二人の魂は一つなんだってこう、言った、おっしゃってましたね。これ西原さんの親友の新潮社の中瀬ゆかりさんが、白川徹さんという、ご主人がね、事実上のご主人が亡くなった時に、彼は魂の双子だったって
おっしゃっていい言葉だなと思ったんですね。そういう人に巡り合えるって本当に幸せなことだと思うんだけど、高須先生も僕たちはもう別れることできない、二人の魂は一つなんだって何度も言って、お加減悪かった時のツイッターに楽しい人生だったなって、西原さんとの写真がいっぱい載ったんですけども、やっぱりこういう人を見つけられるって人生の一番大きな幸福かもしれないですね。とだからこれ私はすごいラブストーリーだなと思って読んでるんです、うんうん、ギャグ漫画じゃないんですよ。すっごいラブストーリーで、いろんな紆余曲折経た男と女が出会って、全力で人を愛する、で残りの人生を本当に2人で幸せに生きていこうという、まあ、物語なんじゃないかなと思いますけどもね。もう一個山がね、恋の山って人生ってあるんですかね。あるでしょう ね。だって昔の人は50歳ぐらいしか生きてないから、うん、その18や20歳で結婚して、まあ、30年長距離短距離かなけど、今は100歳、まあ、普通85、6まで生きるから、パートナーチェンジあったっていいんじゃないですか ね。いつもそう言ってるんだけど、はい、私は結婚遅かった36だから、うんうん、ちょっとパートナーチェンジするあの時期を逸してしまいましたね、うんうんうん、なんて誰も来なかったから。いやこうすごいんだよね、2人ベタ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 ラブラブでね、本当にね、大事にされてる感じで、なんかいいな、私もこんな人に昔ね、西原さんと高須先生ってのは、高須先生が西原さんの大ファンで、そういう仲じゃないんだよって私は聞いてたから、そうだとばっかり思ってたら、ある時からそういう風なあの恋人になった。でこの中でも書いてるんだけども、いつものようにもう悪いけど疲れたから帰るよって行くってって言って、ニューオータニのホテルで、まあ、横になった時に、西原さんが、てめえこの野郎何もしねえのかよこの野郎って、ここまでお膳立てしたんじゃないかってすごいもの、まあこれは漫画だから本当かどうか分かんない、高須先生は本当に大人の対応で、西原さんもう君とはすごくいい友達なんだから、そういうことはしたくないって、高須先生大人の理性でおっしゃってる、うるせえこの野郎、こうホテルのベッドまで詰め込んでふざけんじゃねえぞとかつって、なんか押し倒すみたいな、ね、押し倒すみたいな感じ、はい、それがなりそめですとか書いてある、ね、まあ、これはすごくふざけて大げさに書いてると思いますけども、はい、まあ大人になったらこんな恋愛したいなっていうふうに思いますね。自立した男と女がこういうふうに愛し合うっていいなと、いや本当ですね、まあ、コミックとしてもものすごく面白いです。ぜひ読んでいただきたい、はい、私も71だか2のそのシーンを読みましたけど、面白かったね。本当高須先生お元気にならないとよかったです、うん、これからもこの続編いっぱい作ってほしいと思います、ね、80とか80ダーリンは80歳、ね、本当によかったね。